Hey there guys, what's up? Welcome back. We are in Honkai Star Rail again, and we gonna do today the companion quest of Bailu, which is called Evanescence Like the Morning Dew. If I spelled that correctly. So yeah, there's very few stuff left I have here. It's actually only 4 companion quests. Everything else in the game is completed. So yeah, I'm just gonna try and getting them all done before 2.0 drops, which is in 1 week. On 6th of February. So yeah, so at least once the new version drops, everything here is clean and all the new companion quests and whatever we will get will be from 2.0 onwards. So let's see. 思考しで会議をするよりも敵を倒す方がマシだ。ああ、龍女様のことで兄ちゃんを探してたんだ。ほら、兄ちゃんは腕が立つだけでなく、龍女様を助けた件で彼女に深く信頼されているだろう。魔音の実から彼女を守ったじゃないか。それは生死を共にした仲ということだ。 お前が会いに行けば彼女もいちもくさんに逃げ出したりはしないだろう。実は寺廟族の龍女である白露様がまた探偵師から逃げ出したんだよ。ああ、ちなみに「また」っていうのはこの龍女様がおてんばで、彼女が逃げ出すことは地甲市では日常茶飯事だからだ。お前、泉州に来るのは今回が初めてか？ 最初から説明するのは骨が折れるが、仕方ない。寺廟族は泉州同盟を作った三大種族の一つなんだ。彼らの体には俺たち泉州人とは違う血が流れている。寺廟は生まれつきある種の生命力を持っていて、不朽からの贈り物だとか言われているんだ。 他のことについては今日の話とは関係ないからいいだろう。龍女は役職とは違う。寺廟族には龍尊っていう代々受け継がれてきた称号がある。要するに一族の長みたいなものだ。ただその称号は龍尊を持ち、 龍神を伝承する者しか受け継ぐことができない。白露様こそラフ寺廟族の未来の龍尊だ。噂によれば白露様は患者に触れたり涙を流したりするだけで傷を癒すことができるらしい。そんな力を持っていてもさらなる医術を学ぶために探偵師に入ったことから、みんな彼女を簡約の龍女と呼んでいる。 いや、別に閉じ込めているわけじゃない。ただ寺廟族の慣習は泉州人のそれと少し異なっている。白露様は才能に恵まれているだけでなく、寺廟族を継ぐ者だから一族が彼女の行動に目を光らせるのも無理はない。それに白露様のおてんば加減は尋常じゃなくて、いつも隙を狙っては住居から抜け出してしまうんだ。 これまでに龍女様が抜け出した時は俺たち地甲子が後を追って彼女を探偵師に送り返していた。だが今回は状況が違う。性格による災いのせいでいつまで経っても人手不足の問題が解消されない。お前が知っているかどうかは分からないが、何者かの手によって探偵師に関わる複数の同点が閉鎖されてしまった。 今はあそこに入れる奴も出られる奴もいない。音信不通。お前に頼みたいことは2つある。1つ目は龍女様を見つけること。彼女を見つけたら探偵師の同点の閉鎖が解かれるまで面倒を見てどこにも行かせないようにしてほしい。2つ目は少し理解しにくいかもしれないが、
もう彼女に魔音の実の治療をさせないほしいんだ。Yeah, that's indeed hard to understand. 魔音の実は病気じゃないんだ。たとえ簡約の流女であっても、その進行を遅らせることくらいしかできない。お前たち短命種だって、老衰を病気だとは捉えないだろ？それと同じことさ。老衰は遅らせることはできても、いつかは必ず訪れる。先週人にとって、それが魔音の実だ。ただ、それは死よりも恐ろしい。魔音の実は先週人の血に流れる、避けられない呪いなんだ。先週には昔から魔音の実に対応するための手段がある。誰かが魔音の実に落ちると、獣王子の名鎖や半眼たちが迎えに来る。要するに、これは探偵師が口を出すことじゃないんだ。それに、魔音の実は確かに恐ろしいものだが、制御さえできれば害にはならない。この凋落天には地甲子と運気軍がいる。予想外の出来事にも問題なく対応できるだろう。龍女様が魔音の実の発作を抑えると、獣王子が該当者を見逃してしまう可能性がある。龍女様に治療を続けさせることは、魔音の実が町にあふれ恐慌を引き起こす未来を黙認することに他ならない。予想外の危機が訪れた今、魔音の実への対処も子供の遊びで済ませてはならない。もっと慎重に対応するべきなんだ。お前は軽減将軍と不減様の貴賓だ。地甲子も当然お前に厚い信頼を寄せている。こう言っては失礼かもしれないが、今の探偵師は疑わしい。龍女様を連れ戻そうとする人物に出会ったら注意した方がいい。Well, let's help out Bailu, I guess. Gosh, the dude rambled on forever. Let's go. Hmm. Hmm. And there she is.リャクロー様、私の言うことを聞いてくださいと言いましたよね。あなた様が力を使うと注目を浴びてしまうでしょう。私たちには他にやるべきことがあるのですよ。わしは患者を治療しておっただけじゃ。それにさっきは主もいなくて。そういえばどこに行っておったのじゃ。私の体の事情は白露様が最も詳しいでしょう。広場に獣王子の人間がいたら、私は。獣王子？あなた、獣王子の名鎖ではない。人を驚かせないでください。今回、わしが探偵師を抜け出し、離れたのは。正式に認められた外出問診のためじゃ。別に勝手に出てきたわけではない。この医者の小娘が証言してくれる。白露様、落ち着いてよく見てください。彼は探偵師の人間ではありませんよ。わしを驚かすでない。 No, she remembers now. 待て、主には会ったことがあるぞ。さっきの広場でわしが魔音の実に囲まれていたとき、主が奴らを倒してくれたじゃろ。覚えておるぞ。ちょうどいいところに来てくれた。ハンカよ、主はこれからどうやって行けばいいかわからぬと言っておったな。このコアッパは体が丈夫で武芸にも優れておる。必ず助けになってくれるぞ。いいえ、白露様、私は彼を信用できません。Well, you don't even know us. ください。
地公使の方に、白老様は私たち探偵士が面倒を見ますので、余計なことを気にかける必要はありませんと伝えてください。二人とも喧嘩をするでない。あそこに探偵士の者がおる。まずはわしらが隠れるのを手伝え。話は後じゃ。ねら。ありがとう。How about here? It's not.黒様、こちらへ。うむ、主、話なら後でしてやるから、早くあやつを追い払ってくれ。頼ん。とにかく、It just went into a random guy's home. それからどうするか決めよう。Let's see.そこの方、少しよろしいですか。お聞きしたいことがあるのですが。そうせかさないでください。僕だって焦っているんですから。まずは質問を最後まで聞いてもらえませんか。探偵士の服を着たあなたと同じくらいの身長の女性が私場の方に向かったはずなのですが、見ていませんか。僕は彼女の同僚なのですが、どうにも避けられているようで。そうでしたか。ありがとうございます。私場の方で探してみます。そっちに僕が探している人はいない？随分と確信を込めた口ぶりですね。では逆に聞きます。陛下に慈悲なし。Why does it always end in a fight? Night Hill, Tokyo. Touch.この探偵士の意思は何かおかしい。服装を見る限り、この人は探偵士の意思みたいだけど。But he's obviously not doctor. もしかしたら、この人が大号の言っていた疑わしい人かもしれない。持って行こう。持って行こう。いや、やっぱりやめ。何か重要な手がかりを見過ごしている気がする。もう少し入念に調べてみよう。服装を見る限り、もしかしたら。持って行こう。服装を見るかもしかしたら。The back we didn't check. Okay, I think that's it now. There you go. We literally looted the guy, huh?ここには誰もおらん。
ヌッシが戻ってきたということはもう安全ということか。うん、今そっちに行く。それでどうじゃった。どうせあやつはわしを探偵師に連れ戻そうとしておったんじゃろ。とっくに察しはついておるぞ。ほれハンカ、このコアッパは信用できると思わんか。彼は確かに私たちを助けてくれました。しかし事態が複雑になるのは避けてくれない。すみません。はぁ、ハンカを探してどうする。きっとあやつはわしを捕まえに来たんじゃ。どうして。探偵師の医師が探していた相手がハンカだと示せる証拠は。Maybe this one?Oh, she betrayed the disciple of Sanctus Medicus. これが証拠だ。この手紙は。待て、ヌシ、薬王秘伝の名は聞いたことがあるぞ。確か魔音の実と儒家の王を崇拝する熱狂的信者じゃったか。じゃが、ハンカは違う。彼女はわしに魔音の実を直してくれとまで言ってきた。白老様、そのことは絶対に他の人には話さないと二人で決めたではありませんか。魔音の実の治療か。怪しいな。彼女が薬王秘伝だと示す証拠はないのか。これは薬王秘伝から手に入れた処方箋だ。この処方箋の筆跡、主がくれた紙に書かれていた字と全く同じ。じゃあ主は本当に薬王秘伝のものなのか。ハンカの嘘つき、この大嘘つきめ。ごめんなさい白老様、確かに私は薬王秘伝のもの、そしてあの探偵師の意志もきっと私を捕らえるために使わされたのでしょう。ですが私は決して白老様を傷つけようとしたわけではありません。むしろ白老様を連れ出して安全を確保しようと。同点を出る前に白老様と取引をしたのです。このことだけは絶対にやり遂げなければ。お願いですから彼女を連れて行かないでください。先に白老の話を聞いてみよう。申し訳ありません、白老様に真実を打ち明けることができませんでした。ですが私にはやむを得ない事情があって。私は龍女様に恋人の救済を頼みました。ですから交換条件として彼女を連れて探偵師から逃げるとの約束を。寿命族の掟に反することをした以上、探偵師は必ず私に罰を下すでしょう。ですがそんなことを気にしている場合ではありません。あの人が死ぬところを黙って見ているなんて私にはできない。ですから。確かに隠し事はしておったが、こやつの恋人を助けると約束したからの。長年診察を続けてきたが、人が苦しむ姿を見るのは未だになれ。白老様、ハンカ、これからどうしたいか言ってみろ。私は薬王秘伝や獣王子の人間に捕まりたくありません。誰にも見つからずに竜雲渡しまで行く方法を探さなければ。パイが通るなら
quest so far is a bit boring. 地方の広大だ。急ぎの用があるなら、カンガの中に…まさか、カン役の竜女様？正式な手続きが必要なことなら、カンガの中に入ってくれ。大吾や松園がいるはずだ。俺は末端の役人、竜女様に関することでは役に立てそうにない。おい、もっと声を落としてくれ。誤解しているようだが、俺じゃなくて友人の船だ。わかったか？俺の友人なら精査の通行許可証を持っているから、すぐにここを離れることができる。俺じゃない、決して俺じゃないからな。はいはい、もうわかりました。それで乗せてくれるんですか？くれないんですか？もちろん乗ってくれて構わない。ただ大きな声は出さないようにしてくれ。金さえもらえれば俺が送って、ああいや、俺の友人が送ってくれるから心配はいらない。それで今すぐ出発するか？龍木、私早く彼に会いに行かないと。ハンカ、主の魔音の実の兆候が顕著になってきた。ひょうたんの中に安心薬がある。出発する前に少し飲んでおけ。ありがとうございます、ユクロ様。ですがこれ以上時間を無駄にするわけにはいきません。私が竜雲私に隠れているよう言ったのです。薬をヒデに見つからないようにするためには、彼を竜雲私のコンテナの中に隠れさせるしかなくて。 I don't know about you, but it seems like she's lying. Like this is all a farce. 私が両目に不老調整の薬を届けると約束したからです。彼には私と同じ先週人になってもらわなければなりません。主はそれが泉州の法における重罪十条のうちの一条であることを知らぬのか？いいえ、知っています。ただ当時の私は探偵師に古の飛躍を再現している人がいるということ以外、薬王秘伝の内情については何も知りませんでした。しかし私は間違っていた。あれは調整の祝福などではありません。それどころか切烈な模倣とすら言えるものでは。人は化け物に変えられた、違うか？あの狂人たちは短命酒を薬の材料、消耗する実験体としか見ていません。私に残された時間は多くない。最後の薬しか道は残されていなかったのです。ええ、そうです。ピアクロ様、私たちの取引は覚えていますよね？主はわしが探偵師から逃げるのを手伝い、わしは主の恋人を助けるじゃろ？ありがとうございます、ピアクロ様。私と両目が約束した場所はあちらです。行きましょう。ダメ、彼を忘れてはいけない。あそこに行かないと。まずい、上ごとを言い始めた。So the first meet up point. Okay, we don't need to fight at all, actually. 法でせねばならん。どうして？どこに行ったの？ここで落ち合うと約束したのに。頭が痛い。どうして？主、早く手を貸せ。ハンカは休ませて、わしらで何とかせねば。動くでない、ハンカ。
でも彼がいません。彼を探さないと。ハンカ、冷静になるんじゃ。医者の言うことを聞け。主、何か手がかりがないか付近を探してきてもらえぬか。ハンカの恋人が理由もなく約束をたがえるとは思えん。病人の看病は任せておけ。なんといってもわしは探偵師の寛役の流女じゃからな。このエリアを中心に手がかりが残されていないか探してみよう。Don't wanna read this whole crap, huh? Nay. 薬王秘伝の手下に追われて場所を移すしかなかったようだ。 Perfect. Love it when they make a resume. あの二人に教えよう。どうじゃ、何か見つかったか。薬王秘伝に目をつけられていたのですか。彼が無事でよかった。私たちも進みましょう。ならん、今の自分の状況が分かっておらぬのか。安心しろ、わしが両目を見つけて直してやる。おい、主は繁華を聖査会の遺憾まで送ってやってくれ。いいえ、自分の状況を理解しているからこそ私は考えを変えたのです。最後に一目でいいから彼に会いたい。手を貸してくれますよね。あなたにも頼みたいことがあるんです。あなたは魔音の実がいかに危険か知っている。その時が来たらどうか流女様を守ってあげてください。その言葉を聞いて安心しました。さっき気づいたのじゃが、この辺りには薬王秘伝の手下どもがうようよしておる。私のような裏切り者が出たのですから。陛下に慈悲なし。うちのとっておきをくらえ。これでこのプロジェクトは完了だね。白露様、私もうダメかもしれません。ふん、あやつめおらんではないか。まさかまた別の場所に逃げたのか。白露様、気をつけて。お前たちがここに来たということは、シーは失敗したということか。おや、これは龍女様ではないか。手柄を挙げて過ちを償うつもりか。てしらじらしいことを言うな、このアンポンタン。わしの尻尾でボコボコにしてやる。草ガキ、お前は後で始末してやる。誰か、まずは裏切り者を捕らえて名簿を見つけるんだ。うんだ。一言も喋らない奴など無視するに決まっているだろう。This guy wants to beat him in. Oh, Sui appears from behind. なぜ捕らえない。私に命令しているのですか。ロ。お前。獣王の制裁をもって。獣王氏の反乱。Sui is also the only four-star character I couldn't get yet.
She simply didn't drop a single time in the Ruan Mei banner. But well, sooner or later for sure I get her. この中央市の反乱は手ごわいぞ。ハンカ、ルシは。彼女が私の兆候に気づけば、必ず襲いかかってくるでしょう。あなたたちは何者ですか？なぜ薬王秘伝に追われているのです？彼女たちは確かに断定師の服を着ていますが、あなたは違うでしょう。そこの娘、表を上げなさい。挙動不審で焦点が定まっていない。もしかして魔音の実の兆候が出ているのですか？助けて。So I guess she is not faking it. She is really sick. わしらは封鎖された洞天から逃げてきたんじゃが、あの悪い奴らがわしらをしつこく追ってくるんじゃ。このお姉ちゃんはもう立っているのも難しいのに。報告します、節医様。龍雲私の南西で薬王秘伝の残党を発見しました。ここは安全ではありません。すぐに立ち去った方がいい。誰かこの者たちを安全な場所へ。あの中央市の反乱、本当に変なやつじゃった。ハンカ、大丈夫か？ここまで来たのですから、引き返すわけにはいきません。最後に彼に一目だけでも会わなければ。この道を進んで、あの運気軍たちを避けられるか見てみよう。あいやいやいや、reminds me that there will be new puzzle types and stuff in 2.0. They look quite interesting. I'm not sure if you saw the 2.0 special program, but it's absolutely stunning. From the new characters to the new mechanics. I really like the idea how we're gonna move with gravity. Like you can walk on the walls and the roof. It's gonna make the whole...traversing much more interesting. この先には武器を持った悪人がいますので、一般人は引き返して避難してください。彼はあの門の先にいるのに、もう目の前まで来ているのに。ジャガ、あそこは運気軍が見張っておる。待て、わしに考えがある。物語を聞かせる時間などどこにある？さっき運気軍と薬王秘伝が戦っておった場所に、何人か倒れた兵士がおったじゃろ。これは主の発案じゃからな。ふん、こやつらに応急手当を施して、その代わりに甲冑をもらう。これならまあ公平じゃろ。ヤクロ様の言う通りにしましょう。
の。ロル。グズグズしてはいられません。早く行きましょう。ヌシらはわしを探偵士まで護衛する兵士だと名乗るんじゃ。きっとバレることはない。止まりなさい。こんなところで子供を連れて何をしているのですか。あなたは探偵士の簡約の流女を知っていますか。よく見たら頭に角が、背中に尻尾も。流女様は普段から探偵士を抜け出しているという話は聞いたことがありますが、まさかご本人にお会いできるとは。What a bad actor. 最寄りの港はこの先ですか。はい。それにしてもあなたあまり体調が良くないようですね。この先には軍医が。気にしないでください。私には龍女様の助けがありますので。わしはまだいろいろ飲んだり食べたりしたい。連れて戻らん。わしは戻れん。通行を許可します。お二人ともお疲れ様です。ありがとうございます。どうじゃ、迫真の演技だったじゃろ。あれは何回も泣いて習得した技なんじゃ。 It was embarrassing. わしの嘘泣きがなかったらヌシらは保証状を通ることができなかったというのに。そういえばハンカは大丈夫か。カブトがどうして、どうして。 Oh, I think she's falling for the Mara. どうして。 Oh no. Oh, seriously?Oh no. 見てもらえませんか。何か引っかかっているのでしょうか。じゃが彼女は理性を失ってはおらぬ。ピアクロ様の治療が効いているのでしょうか。ありがとうございます。あなた様がいなければ。 She's still Mara struck.感謝などするでない。わしの力不足で主の本来の姿を保つことができなかった。魔音の実は元より治療できません。こうして意識がはっきりした状態で白露様と話せていること自体すでに奇跡なのです。あなた、私が前に言ったことを覚えていますか。もしその時が来たら、行きましょう。 Damn. And she will lose all her senses and attack us. It's so obvious what's gonna happen. すみません、私のせいで
あなたたちを危険なことに巻き込んでしまった。もう何も言うでない。兜越しに薬を流し込むぞ。ありがとうございます、白露様。ですがもう肌と兜の間に隙間を感じられないのです。うん。Nah, it's too late, Baidu. 着いたぞ。やつはまだ来ておらぬのか。彼は用心深い人です。書き置きの内容を覚えていますか。私一人で来てほしいと書かれていました。じゃが主はもう。あなたたちがここに立っていたら彼は出てこないでしょう。私が彼を呼び出します。白露様たちは少し離れていてください。私たちの約束を忘れないで。うむ、ちゃんと覚えておる。I wonder if she will be able to see him. Or how his reaction will be once he sees she is Mara struck. In any case, this is gonna be a dramatic ending now. Yeah, you see. Damn.思い人に会えたと言えるじゃろうか。Yeah, exactly. 大人の感情は本当に複雑じゃ。あっちの方を探してみよう。あやつを見つけなければ。君たちは薬王秘典か、それとも獣王子か。僕は何もしていない。僕に触るな。うむ、わしらは主の病気を治しに来たのじゃ。やっと来てくれたのか。さっきは薬王秘典に追いかけられるわ、運気軍に遭遇するわ、しまいには安価の声が聞こえたかと思ったら化け物が出てくるわで、本当に散々な目にあったんだ。Was actually here. 君たちがハンカに言われてきたなら、ハンカはどこだ。彼女は一緒じゃないのか。はい、ガシ。本当のことを伝えるかどうか、主が決めろ。Companion quests are also dramatic. We should tell him the truth. なんだって。あの武装した化け物がハンカ。嘘をつくな。嘘ではない。主に会うために仕方なく変装しておったんじゃ。そんな。僕を連れて行ってくれないか。確認したいんだ。
か。どうしてこんなに醜い姿に。醜い？悲しすぎて事実を受け止めきれないのか。つまり彼女は途中で服を着替えてしまったから、この魔音の実の化け物からは何も見つからないというわけか。彼女は君たちに秘密の箱や手紙を託さなかったか。な、何を探しておるのじゃ。 Yeah, this guy doesn't seem to care much. 知らないのか。ち、クソババ、 What the hell? 何も残していないなんて、よくも僕をもてあそんだ。名簿だよ、薬王秘伝の組織に関する名簿。その名簿さえあれば、僕は薬王秘伝を脅して不老調整の薬を手に入れることができる。 What a piece of treasure. それに運気軍に渡せば手柄を立てられるから、先週から追い出される心配もなくなる。このクソババ、何度も約束してくれたから、この僕に変化をもたらせると信じてやったのに、結局一番大事なことを成し遂げられないなんて。いや、そもそもこの女にはできっこなかったんだ。きっとそうだ。君だ。いや、僕にとって一番大事なものは先週にはない。薬や長寿を求めるのはただの手段に過ぎないんだ。用さえ済めば楽にとどまるつもりもない。恋人？それはこの女の妄想だろ。そんなこと僕は考えたこともない。おい、まさか君たち、僕がこの女の恋人だと思っていたのか。治療。なんだ。早く治療をさせろ。そしてさっさとわしの目の前から消えるんじゃ。は？よし、思いっきりやってやれ。どんなにボコボコにしても構わん。How do we really get to beat him up? Mate, Kimmy, what are you doing? Well deserved. What a scum. は直したが、これから先の30年、What? 毎日シャクに止まらなくなるようにしておいた。どうじゃ、いい罰になると思わんか。これは診察料の代わりだと思えばよい。それでも安いぐらいじゃがな。わしは今も逃亡中の身じゃが、どこか隠れられる場所はないか。Need to go back, Bailu. 列車、なんじゃそれ。今の泉州は猫の手も借りたい状況じゃろうから、ひとまず聖査会に行くことにしよう。病人の治療や休館の対応ならわしも役に立てる。前に繁華に病気の治療が好きかどうか聞かれたじゃろう。正直なところ、わしにとっての治療は食事や睡眠と一緒で何も特別なことではない。好きかどうかなど気にしたこともなかった。じゃが今回の件を経験して、わしが魔音の実の仕組みについてもっと深く理解していればと思うようになった。礼を言うぞ、コワッパ。縁があれば聖査会の屋台で会おう。No, she goes to eat.
Okay, and that's it. It was a rather short quest, actually. All those companion quests take very long, over an hour. And this one was slightly below. I think like 50 minutes or so. One less on the list. Next one we gonna go is further than the snow plains. But that's for next time. So yeah guys, I hope you enjoyed it. Oops. And see you next time. Bye bye.